本日は、おぉ怖いこれ、失礼しました、はい、本日はレインボーアクション第3回主催イベントにお越しいただきましてありがとうございます。それでは早速始めさせていただきます。今日は愛媛県から、今日着いたところなんですけど、松山で、セクシャルマイノリティに関するさまざまな活動をこの数年展開していらっしゃるエディさんをゲストにお迎えしてのトークを行わせていただきます。司会は、レインボーアクションから、島田明と、私もレインボーアクションから藤田と申します。よろしくお願いします。それでは早速エディさんがまず最初にこの、パソコンを使ってこちらの画像を映しながら、レインボープライド愛媛についての説明をしていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、レインボープライド愛媛のエディです。今日はですね、ちょうどあの明日あの妹の結婚式がありまして、それで、ちょうど東京に出てくる機会がありまして、島田君とはあの映画祭なんかで、何度も会いながら友達の関係で、で、まあ、ちょうどこういう機会があるんでということだったんで、あのもう喜んでということになりました。あの愛媛ではですね、あの、まあ、愛媛っていうところがですね、まあ、本当にあの四国で、まあ、非常に保守的な地域なんですけれども、自分もあのその愛媛で生まれて、もう大学も愛媛の中にいましたんで、もうずっと愛媛の中で生活して、で親元でもありますし、親もすぐ近くに住んでるし、まあ、そういう状況の中で、まあ、レインボープライド愛媛というのが2007年に NPO をしました。僕の活動としては2005年ぐらいから始まっているんですけれども、そういう活動の中で、まあ、いろいろなことをちょっとやってきましたので、その、あのやってる内容をですね、ちょっとさーっと15分、20分ぐらいでまとめて、ざっとまずはどんなことをしているかのを、まあ、あの見てもらえたらなと思いますが、恥ずかしながらですがちょっと説明させてもらいます。ですね、あの愛媛県の人権課題のですけれども、あの愛媛県人権の重要課題の中に性的マイノリティが入っています。これももともとその他の課題の中でですね、性的マイノリティはずいぶん前から入ってて、どうもこれはあの日本の中ではなんか一番最初だったんじゃないかとかっていう話で、人権施策推進基本方針課題のところに入ってたのか、はいはい、初めて、その中のその他の課題の中でも入ってたんですね。でそれはもう僕が活動する前に、入ってて、でただ入ってただけと。でこれを送るとしたら、これはお題目だけで終わらないようにささんといかんなと。これ誰かがこれを入れてくれたんだなと。これはもう未だにその入れてくれた人っていうのがまだ僕にはわからないんですけど、気づいたら入ってた、あの県の多分人権担当の係長さんあたりが意識して入れてくれたんだと思うんですよね。で、まあ、あの文面もですね、結構あのスポットを思いついて書いてるようなことが書いてないんですよ。あのここに載っとるのは今 の2010年に改定された内容が載ってるんですけど、その前の状態も結構あの何か思いを込めたようなことが書いてあって、でこれをまた引き継いでいかんといかんなと。あここに載ってるんだから、愛媛でもいろいろやっていかんといかんと。ちょっとこれ実際に読みますね、はい、この下の部分ですね、はい、嘲笑やいじめ、解雇、賃貸住宅への入居拒否などが起きないように研修会の開催、啓発資料の配布を行う、 NPO とも連携しながら幅広い教育啓発を行っていく、特に公務員や教員が性的マイノリティについて正しく認識し適切な助言指導を行うことができるよう職場における研修を行う、就職や賃貸住宅の入居などに不利益を被ることのないように企業などに対し働きかけを進めていくと書いてあるんですね。これがちょうどその推進方針の原本なんですけど、これが2010年に改定されて、その改定の時に、まあ、その他の課題から大きな大項目の課題の中にこの、まあ、10番ということで入ることができました。その他の課題で小さく触れているというんではいけないでしょうというところが、まあ、自分たちの活動団体があったおかげで、よりちょっと意識をしてもらえて、大きな項目として、入れようということになりました。この中でですね、もう昔はちょっともう数行で済ませてたんですけどね、28、28、はい、
まあ、ここで、まあ、約1ページぐらいにわたってここの部分 ね、ですね、ここから次の、ここから、はい、次のページにかけて、あ、はい、はい、まあ、前のもう数行で終わってたことを、まあ、1ページかけて、説明してもらうというようなことになります。まあ、実際ここの文面の内容について僕も関わってて、まあ、実際に、まあ、ちょっとこういう文面になった方がいいんじゃないかなというぐらいの、まあ、ことはちょっと関わりながら、これどころじゃなくもっと詳しく、ね、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、これはこれでちょっとなかなか同性婚とか同性カップルとか、はい、その欧米諸国ではとかその辺も全部書いてあるんですね。現状ではそんなことにもなっている状況がありますよというようなことが書かれてある。でこの課題に乗るっていうことはですね、これは相当大きなことでして、これに乗っちゃうともう何にも躊躇することがなくなるんです。県として、もうどんどんやっていくことだというようなもう旗が立つような状態になるので、非常にその後やりやすくなってきているなという状態です。まあ、それをこうそうさせていくためにいろいろこう努力がこうあったわけなんですね。まあ、いろいろこう活動をこうしているっていうところをどんどん見せていかないと、本当にそんな人いるんですかというふうに思われちゃうわけなんですよね。で、まあ、実際自分たちもみんながこう立ち上がって、あ、もうはっきりいるなと思えるぐらいの人がこの愛媛の田舎の中でみんなが立ち上がれるかって言ったら、そういうわけにはいかんと。もうみんなそんなもんもうとんでもない出れるわけがないというところで、ですので、まあ、そんな中でもこう動ける人間、まあ、言うと数人ですね。その数人が何とかこう動きながら、そういろいろやってるところをこう見せながらというところであったなと思います。まあ、そのいろいろやってたっていう様子をちょっとこういろいろ説明すると、これはあの県 の、 あの人権のまあフェスティバルですね。これちょうどあの、まあ、松山の一番大きな百貨店の伊予鉄高島屋っていうところがあるんですけど、まあ、そこのところをまあ全体借り切ってやってた県の人権フェスティバルの時に自分たちのブース出展して、実際の高島屋の人出があるようなところにまあこういう展示を出して、これはちょうどあの当事者のメッセージ展示ですね。地元の皆さんを中心として、まあ、表には出れないけれど本当はこんなことを思ってるんだよっていうところの気持ちを文章にして、書いてもらった。インターネットで募集してましたよね。呼びかけてましたよね。で地元だけではちょっと足りないなというところで、全国の皆さんにも協力してもらいたいなというところで、出して、まあ、こういうカラフルな感じに出しながら、いざこう目に留まった人はこうドキッとこうしてですね、随分こう食い入るように読まれてて、まあ本当40代の芸の人なんかが、まあ本当毎日まあ演技をして生きているのは本当に辛いですっていうようなことが書かれてあったりとか、まあ中にこう何か関係者のお母さんかなと思う方がこう涙流しながら読んでたりとかですね、まあそんなこともあったりしてますね。まあ、こういうのもまあ、こんなものがその公共のところで展示ができるっていうのが、もう僕もこんなもうことか愛媛でできるわけがないなというふうに思いながらしてたんで、まあ、それができるっていう状況になったっていうのはすごく心強かった部分ですね。まあ、そんな調子でもいろいろ展示はどんどんやっていけれるなということになりまして、まあ、これもちょっと変わった例で愛媛県立の図書館でですね、2ヶ月間にわたってずっと常設展示をやったんですね。県の図書館のもう一つの、まあ、企画展示だということに、なって、まあ、これなんかはもう完全に絶対にもう図書館に来たら通り過ぎんといかんっていう場所のところをこう一面借りて、またメッセージ県立ってすごくない？そうですまあちょっと古い建物のところではあるんだけど、自習室とかが結構しっかりしてあって、学生さんなんかも結構来てるところで、まあ、よくこれも県でやってくれたなと。まあ、これも図書館の人が、あ、やってみるっていうようなことで、思いついてやってくれて、でそのためにまた本を いざやろうとしてみたら、まあ、図書館にある本の性的マイノリティの内容が薄かったとかって言って、それでもう倍ぐらいの本をこう買ってくれて、まあ、このこう買ってくれたのでですね、これ熱だとね、まあ、こんななんか、まあまあ、これはね、僕もすごいこれはすごいなと思ったんで、ぜひ新聞に取り上げてもらいたいなと思っていっぱい働きかけたんですけどね、
ちょっと反応してくれなくてちょっと残念だったなと思うんですけど、2ヶ月経ってこんなのしたりとか、あとその他いろんな公共の場所で、男女共同参画のセンターとかですね、まあ、そういうところではもうずっと常設展示、もう今もこれはさせてもらってます。はい、ずっと？もうずっと、はい。常設？もう常設的、まあ、ほぼ常設的あのなんだかんだ言われながらこうあのちょっとほったらかしにさせてもらっている状態ですね。これやっぱり助かるんですよね、事務所とかがこうない中でいろいろイベント仕掛けていくと、まあ、やっぱりそういうのもこう出せれてると助かるなというところですね。あと県でまたいろんなあの人権のフェスティバルや、また松山市の人権フェスティバルなんかある時にもブース出展をしていくというようなことをやってます。あ、なんだこれは消えちゃったあれ、うん、なんでバッテリーがどこに、わからない家でも出てたですね。まあ、この前のやつ、はい、あのこれはこの松事務所ですねきっとこの中にあるんだよ、うん、今年のね、松山市の人権大会っていうのが、今年の1月にあったんですけど、それで初めて性的マイノリティのことを取り上げてくれてですね、こういう松山市人権教育研究会、まあ研究、まあ、人権大会ですね、っていうのがこう大きく毎年あってですね。これは誰が来るんですか？これも人権に関わってる人が全部こう来るところで、まあ、人権推進協議会みたいなところに関わってる、まあ、学校の先生から地域の公民館の人たち、まあ、PTA の人たち、老人会の人たち、まあ、もう一通りもう絡んで、まあ、いかんようになってるんですね、こういうね。もうみんなで一度の行事みたいな、いやでも伝といかんというようなことになってて、それに集まる会の中で、まあ、5つある分科会の1つの中で、まあ、初めて性的マイノリティの分科会やってもらえてですね、まあ、これでもう完全発表ができたんで、まあまあ、松山市の中でも、まあ、人権課題として、正式にもどんどん取り組んでいかないかん内容だし、もう意識せんといかんというのが、まあ、どんと打ち上げてもらえた。ここは発表してる写真があったんですね、はい、結構いろんなおじさん方がいっぱい聞いてるっていう、あ、これもちゃんとこういう冊子の中でもう4ページぐらいにわたって、そのうちの活動のことやら性的マイノリティの基礎知識的なことがですね、書かれています。まあ、この冊子はもう完全にもう学校中に配られるし、行政関係も全部徹底して配られるものなんで、まあ、ここに載ったということは、まあ、その分科会にまで出てなくても、あ、もうこういうことは人権課題なんだということが分かってもらえる機会になったかなというところですね。でさらにこのまた10月の中旬ぐらいにですね、また僕も帰ったら、その準備せんといかんのですけど、今度は県の人権大会の方で、それはもう恒例になってるの？いや、今年も、まあ、多分流行りもじゃないですか、まあ、市でやって、やったから、まあ、県もやったらいいでしょうということで、結局はその人権の推進の皆さんが後押ししてくれて、県の機会でもやればいいということで、まあ、県の大会の方でもこの10月で、やる予定になっています。